い、ギタビンチャンネルへようこそ。信じる者がたとしても信じない素振りをするギター弾きマセラヴィンテージでございます。今日はですね、またまたマセラヴィンテージの、酒をつまみになる話、イエーイ。ということで今日はですね、稲垣くるみちゃんのイメージの歌をね、広く知っていただきたいなと思いながら投稿させていただいたんですけども、反響はやっぱり非常にあってですね、やっぱりいろんな意見があってね、人それぞれやっぱり思うところがあると。でも、私としてはですね、やっぱりくるみちゃん可愛いしね、歌い方とか可愛いじゃないですか。イメージの歌聞かれましたか？例えば人には人を傷つけるとか、めっちゃ可愛いと思いませんね。もう本当にね。で最後の方では、一体俺たちの魂のふるさとってのはどこにあるんだろうかみたいなね、めっちゃ可愛いっちゅうねって、もうたまりませんな。ということで、その辺のところをですね、拓郎さんがじゃあどう思ってたのかというのをもう一回みんなで再確認したいなと思ってですね、音源を用意しましたんで、一緒に聞きましょう。で、拓郎さんが自分のイメージの歌がこう変わったというところをどう思っていらっしゃるのかというところも本人の口でお話しされているので、一回それを聞いてみたいと思います。このイメージの歌ができた時の、思いが語られているので一緒に聞きたいと思います。それでは、音源スタートします。どうぞ。イメージの歌、この曲はですね、オリジナルのキーね、あの音楽にはキーっていうのがあるんですけども、オリジナルのキーが F なんですね。 F というコードを使って歌が始まるんです。これが50年経って少女が歌ったキーが F です。こういう、なんだろう、偶然なのか、こういう偶然があるんだ、世の中に。50年の月日が間にあるのに、二人が歌ったキーが F だった。いやー、奇跡だ、本当に。このレコーディングは、奇跡のようなレコーディングを竹部たちがやってるなっていうふうに、初めて聞いた時思いましたね。ボーカルも含めてアレンジも。その以前にまず、だから、明石家さんまっていう、プロデューサー、この彼のプロデューサーということなんだから、これはもう彼のアイデア、企画に拍手を送るしかないでしょう、皆さん。ねえ、すごいな。これね、女性に歌わしてみたいって考えること、すでにね、さんまくんがね、この企画からしても脱帽でしたね。脱帽なんですよ。で、さすがに僕もね、これ昔浜翔吾がカバーしたことがありまして、その時はレコーディングも僕付き合って、ギターも弾きましたが、そういう流れからしてもね、ボーカルはね、やっぱ女子っていうより男子なんだろうな、この曲はって、漠然と思ってたんですけども、この明石家さんま企画、アイデア、これにはちょっと頭が下がったなぁ。こういう企画は僕、なかったなぁ、ね。だからまあ、いいね、さんまさん、なんかわかんないけど、いいねっていうしかないなぁ。それでしかも、最初ね、彼らからね、女性に歌わせたいっていうアイデアだったんですよ。で、女性に歌わせるっていうことで問題ないかっていうんで、それは俺は別に構わないよって言って、返事して。それから、多少歌詞をだから女性用に変えるかもしれないけど、いいかっていうから、もうそれ、語尾とかが女性言葉になっても構わないんだよって言って、したんだけど、まさか10歳の、女の子がこうやって歌うとは思ってなかったから、もうびっくりでね。だけど素晴らしいな、この出来上がりは。この10歳のくるみちゃん、素晴らしいな。なんだ、もう大ファンになっちゃったな。こりゃね、サインしてくださいって言いたいな。なんか、最初の一行でね、もうジーンとしてしまってね。で、彼女が次々にこう、
イメージの歌ってそういう歌じゃない。どん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 こうイメージを発していくわけでしょ。自由自在にね。それをやってくれる彼女の詩の彼女が歌ってるイメージの歌の世界にね、ぐいぐい引き込まれていって、気がついたらね、まあ僕の、ほっぺた方はもう涙がいっぱい浮かん、なんか流れててね、溢れててね。で、その涙を拭くのが、もうめんどくさいっていうか嫌でね、で、ついにこう、なんか聞いてるうちに、もう曲がエンディングになっちゃって終わっちゃってね。で、曲が終わったらなんかもう、ぼーっとなってさ、頭がなんか、僕の頭の中がもう空っぽになっちゃったみたいなね。しばらくなんか、椅子から立てないっていう風な感じが、本当にした、あったんだよ。で、かよにね、すごいよね、これって、こう言いたい、ね。早く言いたいね、すごいだろ、これって、すげえなって言いたいんだけど、言葉がなかなかこう出てこなくて出せなくて、そしたら、かよがね、彼女が、すごいね、素敵だね、すごい感動だよねって言ってくれたんです。それでやっと、なんか僕も我に返ってね、なんかそういう瞬間を、味わいましたですね。泣いちゃいました。なんか自分を褒めてやりたいっていう気持ちにもさせてくれる、この、新イメージの歌で見ましょうかね。歌い切った10歳の少女、稲垣くるみちゃんとおっしゃるんですね。10歳の方ですが、この、素晴らしいですね。この、なんて言うんだろう。この、名前、言葉が出ない。うん、素晴らしいとしか言えないんだ。ああ、本当に見事なボーカルでした。もうオリジナルをはるかに超えた新しいイメージの歌を、聴かせていただきましたね。あんまりの素晴らしさに、本当に僕はもうお聞きのように言葉を失っているんです。はい、拍手です。素晴らしいです、くるみちゃん。ね。そして、明石家さんまさんにももう一度、アイデア、あなたの企画、この10歳の少女、稲垣さん、くるみさんをボーカルに抜擢した、その感覚、すごいね。明石家さんまって男もね。そして、忘れちゃいけないのがアレンジをやった竹部聡。竹部くんさすがでした。君とラブラブ愛してるで初めて会って、それまで僕らはね、面識なかったですから、お互いの音楽をあまり知らない者同士でしたが、あれから君といろいろ公私ともに、話をするようになって、公私ともに信頼して、音楽に、それから、ね、まあ日常にも、何でもお互いに話し合える仲になって、そしていよいよ僕のラストアルバムに最も君に、密接に、付き合ってもらおうと、力を貸してもらおうと思っている、その、まあ、いわば前哨戦みたいな、この今のこのアレンジを聞いてですね、ああ、竹部はやっぱり、俺の音楽分かってんなって、ね、竹部イメージの歌を分かってくれてる、強く感じましたですね。いいアレンジだね。これでね、皆さん、これはね、よく聞いてくださいよ。音楽が分かっていれば、まあ分かると思います、これぐらいのことは。僕のイメージの歌っていうかは、四拍子なんですよ。これこそはと信じれるものが四拍子。今お聞きになった稲垣くるみちゃんの、イメージの歌は三拍子です。ズンチャッチャー、ズンチャッチャっていうワルツなんですが、リズム感を変えてあるんで、ちょっとヒッピーな感じになってるんで、三拍子はあまり感じませんけども、これはれっきとした三拍子です。四拍子じゃないんです。ですけど、それ気がつかないで皆さん聞いたと思いますけどもね、三拍子に竹部がアレンジしたんですね。そのことによってボーカルのニュアンスが少しね、変化してるから、単なるカバーっていう感じじゃなくて、もうもはやこの稲垣くるみさんのオリジナルに聞こえるようになってる。これはね、三拍子にした竹部のグッドアイディアです。竹部、えらい、みんなよくやった、素晴らしい。もうこれね、こういう素晴らしいものを聞いたとき、変な説明いらないよね。やめとこうよ、こういうことね、言うのよ、あれこれ。余計なグレープなんかいらないんですよ。そういうもんなんだ。いい、それでいいの。すごいレコーディングを聞かせてもらいました。ああ、本当に、この企画に携わった皆さんに、心から頭を下げて、感謝して、ありがとうって言いたいです。
胸がいっぱいです。はい、いかがだったでしょうか。新イメージの歌、やっぱり、くるみちゃんに歌ってもらってよかったなと私は思います。なんて言ったらいいのかな、本当にその歌のうまいってバリバリうまい演歌とかも歌う小学生とかいるじゃないですか。じゃなくて、コメントでも実はあったんですけども、黒猫と単語を思い出したところがあってね、私の年代ではですよ、なんかね、くるみちゃん可愛いんですよ。もう可愛いからいい、それでいい、それで十分というところでね、頑張って50年前の拓郎さんの歌を広めていただいて嬉しいなと、ファンとしてはそう思っておりますんで、これからも応援したいと思います。くるみちゃん頑張って、皆さんありがとうございました。今日はこの辺で失礼します。またお会いしましょう。さよなら。